かだ。では腕から行くか。宮島があっさり死刑で死ぬなんてことは許せません。娘と同じ、いやそれ以上の苦しみを与えて殺してくださるようお願い申し上げます。ではおしくりと行くか。おう、天の大王様、お助けを、お助けを。戻ってこないんです。いいとこ、ミオジモ。エマナイオさん、お願いします。早く早く殺してください。死なせて。なん、地獄の裁きはな、シャワのように甘くはないぞ。さて残るは首か。者、よく聞け。お前はノコギリ引きの苦痛で死んではまた生かされ、死んでは生かされ、永遠の苦痛を味わうのじゃ。助けて。
存分に罰を与えよ。リカさん、リカさん大丈夫ですか？しっかりしてください。大丈夫ですか？リカさん、閻魔大王様がリカさんの過去と未来を見るように命令されています。リカよ、お前には悪縁がついておる。だが今ならそれを断つことも可能じゃ。いや、業況に映る過去、現在、未来の姿を見て徳と思案せよ。はい。タチさん、あなたの攻撃は真理教に対する宗教弾圧です。憲法違反だ。同じ弁護士として私はあなたの偏見に満ちた態度は残念でたまりません。私は常識的な主張をしているだけです。あなた方は宗教の名のもと、私たち一般人には想像もつかない非常識極まりない商売をしている。失礼な。商売とは何です？商売とは。名誉毀損だ。訴えるぞ。どうぞ。あなた方は教祖の血を飲むと修行が非常にはかどると画称して、血のイニシエーションとやらを信者に強要しているが、なんとその値段が150万円。ただの血がですよ。ただの血とは何だ。我が教祖様の血は凡人の血とは訳が違う。 DNA が多量に含まれた貴重な血液だ。京大の医学部でも実証されているとか宣伝していましたね。京大に問い合わせたらそれは全くの嘘だと分かりました。赤坂さん、訴えようぜ。営業妨害、いや宗教弾圧、並びに名誉毀損だ。もう話しても無駄だ。帰ろう。大変ね。いや、話には聞いていたけど、すごい連中だね。まるで暴力団。一旦の教団に入ったらもうあり地獄ね。親が面会に行っても合わせない。それぐらいならまだいい方さ。生きているのか死んでいるのかは確認さえできないんだから。タチさんには申し訳ないと思ってるわ。こんな仕事に巻き込んでしまって。いや、この頃ではもう覚悟はできましたよ。一緒に頑張りましょう。だいぶ手こずってるらしいな。あのタチ弁護士とは話し合いは無駄です。お前の弁護士としての見通しはどうだ。訴えると言っても平気の平座です。全然脅しの効かんやつです。奴は我が真理教に対し信徒被害者の会を結成し、その会長に就任するとか。ポアだ。奴をポアしろ。なんだ貴様ら。助けて！サコ！
よくやった。ご苦労。三人は山の中に埋めてこい。動物が掘り返すとまずいと思います。3メートルほど掘れば大丈夫だ。雪の深いところがいいぞ。北アルプスがいいでしょう。ああ、遺体はドラム缶に詰めろ。弁護士一家3人が突然姿を消してしまって半年にもなりますが、いまだに行方が知れません。お気の毒ですね。どこへ行ってるんでしょうね。それを知っているのは教団じゃないかと世間では見てるんですがね。一言みたいに言われちゃ困るな。まったくね。何遍同じこと聞くんですか。納得するまで何遍でも聞きますよ。立ち弁護士は宇宙真理教反対同盟のリーダーでした。教団の最大の敵対者ですよね。だから我が教団が彼の一家をどうかしたというんですか。何の証拠もなしに。行方不明になった部屋に教団のプルシアがあったのはなぜですか。プルシアなんか信者のほとんどが持っています。そのほとんどのうちの誰かのであることは確かですよね。さあそいつはどうかな。我が教団に悪意を持った奴が信者から盗んで立さんの部屋に投げ込んでおいたかもしれないじゃないですか。プルシアにはナンバーが打ってありますね。盗まれた人の名を調べて発表してください。時間がかかりますよ。待ちます。約束してくれますね。あなた方ジャーナリズムの方にお願いしたい。冷静に考えてほしいな。いいですか。一家三人を拉致誘拐するほどのものが私が犯人ですと言わんばかりにプルシアを落としていくような間抜けなことをすると思いますか。我が教団はそれほど頭が悪くもなければ間抜けでもありません。弁護士会は全国組織を完成させ7000人体制で立ち親子三人を探し回っています。相手を知ってると加熱するばかりです。ちょっと息抜きに海外活動ではぐらかした方が良いと思いますか。ヨーロッパでも回るか。真理は一つ。絶対的絶対真理は我らの教えにあります。人民は歓喜して我が教団に投票するはずです。まったく立候補者24名全員当選。わしは間違いなくトップ当選じゃ。いよいよ天下国家を支配する時が来ました。日本政府官僚官権の亡者どもは我が教団に投票した人民たちの票を抜き取り全員落選などという一揆を堂々と行った。しばしんは必ず奴らに神罰を下す。そして日本のみならず世界はハルマゲドによって破滅するだろう。救われる道はただ一つ、沖縄に避難することだ。在家信者を招集しろ。費用は一人30万円とする。いいな。ハルマゲドン、すなわち世界最終戦争は必ず起こり、日本も世界も滅亡する。救いはただ一つ、出家して下脱することのみだ。バカね、怖がったりして。でもね、もしかしたら私たち何かやりすぎてるのかも。何言ってんの、これは修行よ。世間の人には変な格好かもしれないけど、でも村の人にしてみたら気味悪がるかもね。それを乗り越えるのが修行でしょ。でもさあ、もうでもって言わないでよ。うん、でもほらほら、ダメだよ。西野恵美子さん、